ヤッホーミニだよ。今日はですね、じゃん、 GU 購入品を紹介していきたいと思います。はい、GU がねセール中で可愛いものめっちゃいっぱいあったので結構買ってきてしまいましたので、購入したものを紹介していきたいと思います。じゃあ早速紹介していきます。一つ目がこちらです。今着てるワンピースです。これワンピースなんですよ。あ、すごい着心地がいい。今日一日これ着てきたんですけど、めっちゃ着心地が良かったです。めっちゃ可愛くないですか。こちらはですね、ウエストタックワンピース、お値段がセール中で値下げしていて1490円でした。で、カラー展開は4つあって、このグリーンとブラックとブラウンとネイビーです。で、結構サイズによっては売り切れてるみたいです。でね、これはね、すごい素材がね、すっごく夏向けの涼しい素材になっておりまして、レーヨン 60% とナイロンが約 40% の、本当に夏におすすめしたいワンピースですね。で、今日一日着てみたんですけど、今日はね、雨降っててすごいムシムシして暑かったんですけど、すごいゆったりしてるので風通しが良くて、すごく着心地が良かったです。なので、これから暑い季節にもとってもおすすめできるかなと思います。じゃあ次、エアリーシャツのオフホワイトです。これはお値段は1490円でした。私は週5で会社で働いてるので、平日も着れて休日も着れる服の方がコスパがいいかなと思っているんですけど、これだったら平日仕事行く時も着れるし、休日はこの下に柄のスカートとか入っていろいろ着回せるかなと思って、このシャツいいなと思って買いました。で、このカラー展開はですね、このオフホワイトと、あとブラック、ベージュ、マスタード、あとグリーンとブルーです。でもブルーとかベージュとかブラックは結構人気で、完売しているサイズが結構ありますね。私は合わせやすいこのオフホワイトにしました。ね、すごいテロテロして透けてる感じの素材で、見てわかる通り涼しそうな素材です。もうね、本当に夏暑いですよね。なんかここ5年くらいで、え、こんな夏って暑かったっけみたいな。なので、この夏を乗り切るアイテムとしてこれを選びました。次はこちらです。リネンブレンドワイドパンツのストライプの柄です。これはセール価格になっていて1490円でした。そう、なんかね、見た感じの素材がめっちゃ涼しそうだったので、私雪国出身なので本当に暑さに弱いんですよ。涼しい格好が命となってくるので、これ大事です。そうで、こちらの素材は麻が 53% で綿が 47% なので、非常にもう夏って感じの素材です。でも麻が入ってるのでアイロン掛けはちょっと大変かなと思っています。じゃ、さっきのシャツと合わせて着てみます。はい、こんな感じです。このシャツと合わせるとね、めっちゃ涼しくて着心地がいい。はい、あ、めっちゃ楽、すっごい着心地がいい。もう夏はね、とっても暑いのでストレスをためちゃいけないと思うので、こういう着やすい服がおすすめです。で、このカラー展開なんですけど、ナチュラルっていうオフホワイトっぽい色と、あとベージュですね。他の色はほぼ売り切れてるみたいです。私が行った店舗にもこのネイビーしかありませんでした。はい、次がパジャマシリーズです。パジャマはね、2種類買いました。こちらです。ストライプの半袖とショートパンツのパジャマです。お値段は2490円です。で、これピンクとブルーの色があるんですけど、本当にブルーが欲しかったんだけど売り切れていて、このピンクを購入しました。で、最近のルーティン動画でこれ着てる動画を出してるので、着た感じはその動画を見ていただけると嬉しいです。これね、すっごい肌触りが良くて着心地いいし寝心地がいい。で、あとズボンの方はこうやってゴムになっていて、紐で調節できるようになっているので、調整ができるようになっているので、こちらもとても着心地が良かったです。はい、最後、じゃーん、ジャスミンのパジャマです。これはラウンジセットで、このロングの半袖と長ズボンがセットになっています。これはアラジンの映画のワンシーンが描かれているんですけど、もう一種類アリエルのやつもありました。で、私は最近映画のアラジン見てすごく感動したので、こっちの
ジャスミンが書いてある方を購入しました。これはアラジンを待ってるシーンですかね。すごく可愛い。はい、あ、そういえば私 L サイズ買っちゃったんだ。ズボンがちょっと長めです。上がロング T シャツみたいになってます。はい、すごいゆったりした気持ちになってきました。あ、でも長ズボンなので夏ほんとクーラーつけない暑い部屋だったらちょっと暑いかなと思います。でも秋頃まで着れそうなので、そういう意味ではコスパが高いかなと思いました。はい、今日の動画は以上です。もうね、セール中で可愛いものが安くなっていたので、ちょっとまた買い物しに行きたいなと思います。やばいな、最近服にお金使いすぎ。でね、私的にはこのパジャマが一番お気に入りで、なんか夢にジャスミンが出てきそうです。はい、今日の動画は以上です。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS もやっているので、よかったら概要欄から飛んでみてください。じゃあ空の旅へ行ってきます。